皆様こんばんは、カズチューブでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。ヤオリクさんね、延長12回を戦って敗れました。きついいっぱいだよね。でもね、現地の方も本当お疲れ様でございました。さて、談話バージョンです。中嶋監督、今日は囲みの会見の時間は2分ほどでした。なかなかこう言葉が出てこなかった。やっぱり監督としてもやっぱりこう、ショックというか思うところがたくさんあったんでしょうね。でまずそのビドル投手に関して言うとね、やっぱりこうボール先行の中で、まさか一発はないだろうなという感じで簡単にストライク取りに行ってしまったよねということをおっしゃいました。でその後、今日はホームラン3本打たれたんだけれども、全部が全部とは言わないまでにしても、やっぱり防げたホームランはあったね、みたいなこともおっしゃってました。確かにね、ホームランを防げるなんてよく言いますから、特にキャッチャー出身の監督からすればね、やっぱりそのホームラン打たれたというところの悔しさっていうのは相当僕あったと思うね。で、やっぱりそのカウント悪くして、苦し紛れに行って打たれてる部分があるんでということ。それはもう、本田君の一発も3-2から、ビドルの一発も浴びたのも3-1からということで、やっぱりこうストライク欲しい中でね、やっぱり取りに行ってということにもなるんだろうけどね。全部が全部防げるわけじゃないにしてもということをおっしゃってましたね。もうちょっと違う攻め方があったんじゃないかということなんでしょうけどもね。で、今日は先発は宮城投手、7回途中で3失点でマウンドを降りたんだけれども、粘ってはいたんだけれども7回ねという話 で、ただ結構今日のゲーム先頭バッター出してたのね。でそういうことが続いてしまうとやっぱり苦しくなるし、特に7回は先頭バッターフォアボールかな、そういう先頭を歩かせてしまうとやっぱり苦しいよねということ で一発浴びた後、ヒットも打たれてと、追いつかれた後、ホームラン打たれて逆転されて、その後またヒットも打たれてというところでもうちょっとここが止まんないかなと思って、ピッチャーを変えたということをおっしゃっていました。やっぱりこう先頭バッターはやっぱりちゃんと切っていかないとこういうことにもなるよねという話でしたね。で、杉本選手に関して言うと今日は、ホームランと一時は同点となります、タイムリーヒット。とにかくもう 数字を残して結果を残していくしかないんで、もう頑張ってもらいましょうということ。ただ、いい兆候には見えてきたと。でそれは積極性という話をしていまして、積極的にしっかりこうバッターを振れてきているんでね、これはいい兆候なのかなということ、もうとにかく頑張ってもらいましょうという話をされていました。監督の今日の談話それぐらい、もう短いもんでした。やっぱ悔しそうな感じではありましたね。で明日先発はワゲスパックです。この一時ね、先発から外れてローテーション外れて、ブルペンに回っていたんだけども、その中でも定期的にブルペンに入って調整はできていたし、で先週水曜日のゲームかな、あの時はほら神戸のゲームでしょ、だからブルペン外にあるんだけども、ゲームが終わった後ワゲスパックが、ずっとブルペンセッションしてたんだね。でそのことについて聞きましたら、ゲームの中でこう投げるという気持ちを持っていたんだけれども、そういう機会がなかったので、なくなってしまったので、そこは自分が納得いくようにブルペンで投球練習をしたということで、一時この、先発を外れてブルペンに回ったんだけれども、先発からブルペン、あるいはブルペンから先発、これはシーズン中に繰り返すことはアメリカ時代もあったんで、これが自分にとって特別なシチュエーションではないということで、こういった起用のされ方も、あったんでね、それは自分としては問題ないということで、ブルペンに回ってもしっかりと投球練習もできているし、自分の中ではいい体調はキープできているかなという話でした。千葉ではさよなら負けしてますがね。で、あとそのブルペンに回ったことによって、それまでなかなかそのブルペン陣と話をする機会がなかったんだけども、能見さんであったりとか平野義久投手であったりとかというコミュニケーションが取れたので、そういった意味ではブルペンに回っていた時期もね、有意義に過ごせたということなんで、とにかく今日の前日の囲みはそれぐらいのことだったのかな。
ね、もうちょっとなんかこう一回り目二回り目以降のピッチングへの課題とかっていうのは聞いてほしかったんだけど、ちょっと僕そこの場には僕いなかったんでね、あのワゲスパックの方にはね、だからその辺聞いてほしかったなと思いつつ、そこが課題なんでね、一回り目は157キロまっすぐみたいな感じで抑えるんだけども、やっぱりこの二回り目の3回4回あたりのところの部分とランナー出たと場合、やっぱりランナー出しちゃうとやっぱ気にするんだろうね、クイックができないから基本だから、やっぱりこうランナー出しちゃうと非常にこう高い確率ランナーがホームに帰ってくるっていうのが今まであるんでね、そこをどういうふうに明日修正してくれるか、これがポイントになってくると思われます。まあ、今日ブルペン陣ほぼほぼ総動員という形になったんで、明日ワゲスパック長いイニング投げてほしいんだけど、頑張ってほしいね。明日は実況中継を担当いたします。実況担当いたします。というわけで今日は中島監督、明日先発ワゲスパックの談話を、お伝えしました。あの別途別バージョンで、今日支配下登録受けました、中村勝投手のコメントも詳しく、配信しておりますので、そちらもよければチェックしてみてください。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。いや本当にもうお疲れ様でした。ね、大変だね。